100回目ありがとう。メールは来ましたか？来ました？読みましたか？読みましたか？そう、初コメダ行ってきた。ありがとう、ティーンズユニット投票するね、ありがとう。そう、ごめんなさい、公式のやつかぶっちゃったけど、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい、ごめんなさいね、にまどしてください。ちょっとやらないとやばくて、今日やらないとやばかった。見て、謎の豆をもらいました。最初もらった時、埋めたらなんか生えてくる豆かなと思ったんだけど、食べるやつらしい。何ですかねこれ。白の丸食べようと思ったんですけど、カツパン食べたらめちゃくちゃでかくて、これは食べれないやと思いました。2窓お願いします。本当ごめんなさい、かぶっちゃって。ピーナッツありがとう、本当にごめんなさいね。めっちゃ鬼かぶりしちゃって。でも言えるからいいね。ティーンズユニット投票があるんですよ、皆さんを信じて。皆さんを信じますので、私はぜひ投票お願いしますって。ね、カツパンさ、本当にさ、こんぐらいかなって思ってたら、こんなんでできてびっくりしちゃって、びっくり仰天ですよ、びっくり仰天で、びっくり仰天でございます。ティーンズなんちゃら、わかんない、公式がどこまで言ってるのかわかんないので、誰か公式が言ってたようにここに書いてくださると嬉しいです。でもちゃんと全部食べようと思ったんだけど、もう2個3個カットで2個全部食べたらもう無理で、でも食べないとダメだから、でも胃もたれがやばいから、やばいから、ちょっとカツを最後の一切れだけちょっと取って、キャベツとソースのね、キャベツソースのサンドイッチみたいになりましたね。ありがとう。そう、次のシングルのカップリング、そうなんですよ、10代、そう、本当にお願いします、本当にお願いします、今までで一番のお願いしますって感じ。東海もそうですけど、東海もそうなんですけど、それと同じぐらい本当にお願いしますって思います。そう、取ったカツ、ちょっとね、食べたよ、ちょっと胃がもう叫んでた、痛いって。10代のメンバーです、本当にお願いしますって思います。でもなんていうんですか、サイン会もオンライン特典会もすごいいろんな方を応募してくださったから、今回も皆さんのことを信じて行きたいなと思います。本当にコメダを、まあ、1時ぐらいに食べたんですけど、お腹空かなすぎて、
ゆわありがとう。ゆわありがとう。たらやろうめ。本気。だから2月5日からバレンタインイベントショールームあるんですけど、それは参加しないです。参加しない。待って、ポイフルやば。ユアにもらったから美味しいのかな。なんかさ、粒組あるじゃん、全然違うね。粒組には粒組の良さもありますけど、全然違うや、全然違うやね。めっちゃキウイ。美味しいね。こんばんは。サイン待ってて。今日ね、今日頑張って書こうと思って全部。なんかやっぱそのちゃんと書きたいじゃないですか。だから眠い時とかに書きたくないの。なんかちゃんとしてる時に書きたくて、ちゃんと考えて書きたくて。でもなんかあんま長いのはダメらしくて、ダメって書いてあって、だから濃縮したいじゃん。濃縮。ありがとう。そう、10代って言ってもね、そうね、先輩方もいっぱいいるから。うん、初回限定版たくさん購入しないと。ねえ、なんか X から私の名前消えてませんでした。もう完全にさ、なんか嫌われちゃったのかと思って、今日ずっと朝からさチーンって感じだったんですけど。ラスカルさん、ありがとう。こんばんは。SK に入る前からいつも完食してたの。いやでも部活があったからあんま食べれなかったね。でも部活で帰るの遅くなったりすると買って食べたりしてたけど。大丈夫。1ヶ月前ぐらいから体重減ってるんですよ。だから全然大丈夫で、今日は筋トレ4日目。3日坊主じゃないよ、筋トレ4日目です。今日こんばんは。なんかね、ダメってね書いてたらしくて、ここ迷惑だから、ちゃんと短くてもちゃんとしたこと書きたい。あと、ありがとう。こんばんは。でも本当にさ、本当にさ、筋トレ趣味みたいになってきちゃった。嘘、こうやって調子乗ったことやるとね、すぐね、それ良くないよね。でもなんか筋肉が痛くなるじゃないですか、筋トレしてると。がなんか気持ちいい。なんか、あ、痛くなってるって思う。
お母ちゃんありがとう。筋肉がいい感じに痛くなってる、最高ってなります。いや本当に本当に楽しい。なんかめっちゃその細い細いって言われるんですけど、細いだけじゃないよって言えるようになりたいですね。いやね、ずっとね。待って、やばい。うん、なんかね、いや、なんかそんな細いってあんま言われたことない、そんななんか言われたことないけど、なんか公園出てからすごい言ってもらうようになってえ、違います、普通にうん、飲み物を冷蔵庫に入れただけ、やばくはなかったですこれ食べてみる？これ何ですか？でも全てが初めてすぎて、ゆあが今日普通になんか20分ぐらい遅刻してきたんですよ。20分以上だな、30分ぐらいから遅刻してきて、なんか先に入ってていいよって言われたんですけど、一人で入るの怖くて、一人で米で入るのめっちゃ怖くて、なんかね、めっちゃ未知の世界だから、未知の世界のだから米だって、私にとって入れなかったんですよ。20〜30分かな、30分だね、30分弱ですね。うん、なんこれ、なんか食べたことある味する。え、おいしい。うんふん。こんばんは。混んでた？ちょっと待ったけど、でもそんなに、ちょっとだけ待った。私が先に入ってれば多分待たなかったんだと思うけど、入れないから未知の世界だよ。おいしい。市場にも米があるらしいです。でも私は星のコーヒーしか行ったことなかった。うん、あ、やば、ゆあがピーナッツは2キロできるから
食べないって言ってたのに私普通に食べてる。いいよね、こんなちょっとじゃ変わんないよね。トメダはカツパンとバナナジュース、なんかね飲み物を選ぼうとしたらなんかユアもサラもバナナジュースがいいってなって、2人ともバナナジュース、めっちゃ美味しくてびっくりした。なんか普通に実家で自分でバナナジュース作ってたの。思い出したその味を、めっちゃ美味しかった。で謎の容器に入ってきたからびっくりしちゃった。なんか蓋開けるみたいなね、なんだろうねあれ。でそれにカツパンとバナナジュースとあと白ノワール食べようと思ったんだけど不利で普通に食べれなくて、ソフトクリーム半分こした。うん、ありがとう。普通に家のミキサーにいちごとか牛乳とか入れてウィーンってやる。ねクリームソーダもね食べたかったんだけど、ちょっと今日はバナナジュースにね惹かれた。半分こしたんだけど、ユアはもうお腹いっぱいね。ソフトクリームに関してはサラの方がいっぱい食べちゃったかも。割り勘だったけど、ごめんユア。うちの家にはミキサーなくて。飲んだことない？めっちゃ美味しかったけど甘い、結構甘い。私は甘党だからいいけど、甘党じゃない人からしたらあれかも、甘っってなるかも。うん、いったよ。甘っ。本当にレッスン中に胃もたれしちゃって、もう本当にやばくて鳥肌が立つんですよ。胃もたれ、冷や汗と鳥肌止まんなくなって、ちょうど休憩があったからその時に小川ちゃんに梅か昆布持ってないって言ったら梅持ってて、一瞬で治った。ありがとう、そんなこと言ってくれて。そうそうそう、もうだから初コメだがもう最悪な思い出になっちゃうとこだった、あれで梅がなかったら。え、治るよ、梅とか昆布食べれば治る治る、本当に治るよ。え、皆さんな治んないの？治るよ、酸っぱい系のもの食べると治るよ。な、今度ココアちゃんに昆布あげよう。カツサンドはサラ一人で食べて、ユアはねなんかハムみたいなの食べた。カメラ行くよ、サラタンセット。でも絶対シロノワールだと思う。シロノワールとバナナジュースかな。
今度行ったらそうする。あ、じゃあそれセットにしとこう。ヒノワールとバナナジュース、甘党じゃない人は食べないでください。米田自主練、レッスン自主練って感じかな。もう菓子パンは無理です。胃もたれ恐怖症って感じ。もう私揚げ物やめます。もうなんかすごいもうおすすめって感じで出てて、何も考えずにあ美味しそうと思って頼んだけど、気になってないかな。なんか大人っぽ、大人そうな、ありそうな。美味しかったんだけどね、キャベツとソースあって。お持ち帰りできるの？なんかね、ゆあと二人で帰ってたら、なんか外国の方に声かけられて、お姉ちゃん私どこ行ってきたのって言われて、あ、やばいかもって思って、あははーって言ってたら、気をつけて帰ってねーって言ってくれた。優しい人だった。ただ気をつけて帰ってねって言ってくれるだけの人だった。ね、なんかどこ行ってきたのって言われたから、どうしようって困ってたら、いい人だった。うん、気をつけて帰ってねーみたいな感じでした。うん、ね、ティーンズユニットお願いします。
なんかこればっかりはなんか私がなんかお願いするしかないっていうかね、自分にはなんかどうにもできないっていうか皆さんの力を借りるしか無理だから。お願いします。何に選べるの？え、わかんないです。ありがとう。タートのためにタンちゃんに全部投票してくれるんですか？全力ありがとう、本当にお願いします。だからもう今月はとりあえずあのショールームとか全然いいから全然いいからピンスユニットの方を優先してほしい。サラちゃんが選ばれた時の公約的なのが何ですかね。公約、公約何ですかね。公約って投票期間ギリギリ日本に帰るから投票するね。ありがとう、ありがとう、本当にお願いします。公約、なんだろう、皆さんが投票したくなりそうな公約ってなんだろう。僕ら頑張らないと。でもティーンズユニットの結果選抜に反映されないよね。サッターの金髪に、なんか今は多分選抜とかそういうのはあのあまりにも遠い目標で、だからなんかすごいチャンスだから選抜とかとは別に多分皆さんにこうなんていうの、私のこと見てもらえるチャンスだし、なんか一つのそのねそのなんていうのまたね選抜とかそういうのっては違うけど入りたいなって思います。ありがとう、ありがとう、こんばんは。全然わかんないんだよね、何人までとか全然わかんなくて。ね、そうなんだよね。
え、そうなの？プリマシラに次ぐユニットって書いてあるの。もう大事じゃん、やばい。大事すぎて大事すぎて大事すぎてっていう感じです。本当に本当にお願いします、お願いします。その皆さんに頑張って投票してもらってる間に私も頑張って公演の準備してね、公演たくさん出てね、いつねそんなね先輩方とねこうね、え、ありがとうありがとう、大事だよ。うん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 。アドビルなんだよ。ね、明らかにさ、だってここにやっぱ選ばれるか選ばれないかってめっちゃ大事だと思うし。こんばんは。マジ悩んでるの？冗談？え？な、え、どっち？どっちだ？うん、そうだよね。そうだよね、チャンスだね。ありがとう。お願いします。そうね、初回限定版が大事。そう、そういうこと。そういうことです。あつもありがとう、ありがとう。そう、今日そこまででご飯食べたら食べたらこの連絡来て、ゆあと、って、何これ、絶対入りたいって言うてました、二人で。結婚して、いやだいやだ、ありがとう。皆さんも大変だろうにね。今日知った、今日知って、全然知らなくて、知らなくて知らなかった。本気、ほらありがとう。選ばれなかった、めっちゃ悔しいと思うもん、めっちゃ悔しいと思うもん。もう一生なんかなんか心になんか残りそう。うんうんうん、そう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 、2月27日から3月31日、そうです。ごめんなさい、本音丸出しって言われちゃった。ごめんなさい。そうだね、婚約ちょっとママと相談して決めようかな。何がいいかなって。ねえ、うん、もしかしてガチですか？ガチですよ。全然皆さんと同じくらいの情報量しか私持ってないです。でもそういうの大事、本当？本当？
12期ではアンダー出ている2人は有利だよね。え、やめてください。なんかそれで選ばれなかったらもう無理なのよ。えそう、サラも頑張るから、いろんなことまだまだ頑張るから、ぜひもっと頑張らせてください。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。え、そうだね、固定コメント変えないとね。おじ、ありがとう。でもそう、なんかアンダーにこう出て、なんかこうてか一つ公演に出るたびに、なんかお見送りの時に絶対一人はなんか覚えたよとか、なんかこれから応援するって言ってくれる方がいて、なんかそういう、なんだろう、ちょっとずつでいいから、そうやってなんか私のこと知ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいなと思います。めっちゃ嬉しい。すごいよ。すごいよ。そうで、先輩方もいっぱいいるから大変だよ。ほら、ありがとう。いずれにせよショールームイベントはしばらくお休みで、はい、お休みします。どうもありがとう。お休み。次はバレンタインなんちゃらね。うん、すごい嬉しい。だから毎回ピーナッツありがとう。投票のためにおやつ節約する。え、どうしよう、私も節約しようかな、じゃあ。私も節約しようかな、そうしようかな。もやし生活しようか、一緒に。でもナムル美味しいよね。ナムル、ナムル。ナムル美味しい。ナムルは美味しいよ。あ、どうもありがとう。音すごい、音すごい。壊れてるよね、絶対。絶対壊れてるね。ね、サータ、お菓子やめる。今ある分でやめる。やめる。車だと思う。車の音だと思う。壊れた車の音みたいなしましたね。うん。
ハイチューブは箱あるから箱まだ全然残ってるから、ハイチューブは食べれる。あと、食べっ子動物水族館もある。は、待って、なんかね、ちいかわのね、お茶漬けね、あの買ってきてくれたの、ママが。食べようかな。いやでもこんな時間、でも夜ご飯食べてない。いやでもこれだけ結構食べた。あんまお腹空いてない。しかも今ポリフル食べたし。どうしよう。めっちゃね、可愛くて。めっちゃ可愛いんですよ。チーカーの、あ、ふりかけもある。ふりかけもあるし、お茶漬けもある。めっちゃ可愛くて。絶対コメダ全部は消費しないと思う。なんか。してないだろうね。なんだろうね。全然してない気がする。いないよ。お仕事頑張ってください。普通にお茶漬け食べたい。うわー、どうしよう。いやでもこんな時間に、でもの中にある、絶対。いやー、やめとこ。これがデブの始まり。恵方巻き食べてる？今日？今日？今日恵方巻きなんだ。明日早いのでおやすみなさい。今日も配信ありがとう。頑張ってね。明日月曜日だからね。そう、一口がデブの始まりだから。もうこの時間になったらもう食べない。10時以降はあのお化けの時間で、食べるのもダメだよ。今日コンビニ行くと半額で恵方巻き買えるの。てか恵方巻きめっちゃ高くてびっくりしちゃいました。で、美味しそうと思ったら、おお、いいお値段いいお値段だ思いました。こんばんは。私ね、今期ねドラマねちょっと見てるんですよ。またとりあえず今2個見てる。2個、面白い。え、そうだよ、サータブログ明日。何かこう、とりあえずオンライン手形とか、あ、手形とかじゃない、あ、手形とか全部書くのと、あれも載せたいし、エスコアのやつも載せたいし、どうしよう。なんか結構バラバラになっちゃうね。話題の統一性がないっていうか、なんか気持ち悪い、ちょっとね、恵方巻きね。真空光線鏡はね見てなくて、あのなんだっけ、病院のやつは見てたんですけど、ちょっと空港は見てないですね。こんばんは。なんかおすすめありますか？私何見てるの？あの一個はね、あれ、闇バイト家族見てる。見てる、見始めた。いいぜー、あらー、あ、どうもありがとう。アニメ今何やってるんだろう。今何やってるアニメって。
見てない見てないな。人数より耐えれたらいいねー、本当にそうなの、本当にそうなのよ。なんだろう、何のドラマだろう。君が心をくれたからめちゃくちゃ泣けるよ、おすすめ。なんだろうそれ、ちょっとチェック。でも私感動系で感動しない女なんですよね。ちょっとこういうの言うのちょっと良くないと思うんですけど、私なんかその感動系が本当になんか感動しなくて、なんかなんて言うんだろう、感動系の感動がわからないと言いますか、なんかちょっとなんかずれてるところがあってですね、ちょっとなんかこれは昔からなんですけど、なんかちょっとおかしいんですよ。感動系のドラマをねあんまねだから見ないんだよね。でも面白いって言ってるからいちごちゃんが見ようかな。フリーレン、何それ。サタン、ドラマや映画で泣いたことないんだよね。なくて、私なんかそのなんか作られた感動はあんまり泣かなくて、そう作られた感動だと笑えないじゃない。泣けなくて、本当になんか良くないですよね。なんだろうねこの性格。でも本当にそのなんていうの、実際に会って本当にね悲しいお話とかだったら全然泣ける。なんか作られてるとなんかねそうね考えちゃうんだよね。客観的に見ちゃう、スポーツとかではなく、もあるかも。そうだね、なんか現実に起こってることだったらそうなんだよね。いや本当に良くないなって思ってます。なんかだってさエスコイのドキュメンタリー感動したと言って、だからそれ現実に起こってることだから感動するんですよ。クレヨンしんちゃんでも泣かないよね。サタの泣きポイントはどこ、なんだろうね。ドキュメンタリー系なら泣ける、自分が想像できることなら、なんか自分に置き換えられることならかな。制服の目の初日は感動で涙。本当ですか、それめっちゃ嬉しい。なんか嬉しい、それドラえもんの映画泣けるよ。なんかなんか可愛いね。一番泣けるのは劇場公演だ。でもそれはある、まあ、実際 S 公演泣きましたからね。なんかだからなんだろうね。でも私なんか12期の前で泣いたことなくて、なんていうの12期の子たちの前で泣いたことはないけど、皆さんの前で泣いたことは2回あるんですよ。1回はもう記憶にないですけど。あとありがとう。本当にないんだよね。こんばんは、朝もありがとうございます。本当、じゃあ涙腺が良くなったら年を取ったってことなのかな。結婚して嫌だ嫌だよ。佐藤はじめちゃんがエスコインのあんだなんか泣いてた印象がする。嫌だー、
二度目ありがとう。宇宙船ありがとう。宇宙船ありがとう。普通なら楽しい高校生活を過ごしてただろうに、あえて青春を SK に捧げてくれるサータンを思うと泣ける。ありがとう。ありがとう。でも私にとってはね、これも青春だからね。やっぱしばらく大丈夫なんですよ。全てが溜まったら泣いて1時間ぐらい泣いて、でも起きたらもう解消って感じ。え、何ですか。何ですか、サラ。何ですか。何ですか。そうなの。そう、めちゃくちゃ溜まったらもう全部バーンってもう涙と一緒に全部流します。そうなの。開票イベントの動画なんですか。動画、なになに。泣いてなかったかな。するタイプ。経験談ってやめてください。こんばんは。結婚し やだ。 T's 入ったら泣く。そうなってみないと分かんないですよね。で、人間ってなんかすごいよね。人間ってすごいよね。やだ、何回言った？12回。そういうことよ。え、人間ってすごいよね、なんかね。多いな。私は引っかからないよ。その嫌だって何回言ったを、なんで2回多いか、そんなの分かるじゃないですか。だって1回目嫌だって言ってから、その後10回言ってるんですよ。で、嫌だって何回言ったで、嫌だもう1回言ってるんですよ。ってことは12回なんですよ。引っかかりません、私は。こんばんは。夏もありがとう。ありがとう。こんばんは。いや、天才なんですよ。すいませんね。いや、そうなんですよ。そういうことなんですよ。今何回言った。今って何回言ったかってこと。今言ってるのか。サータの初アンダー感動した。ありがとう。クリスマスイーブね。1回目ありがとう。そろばんやったことないです。でもそろばんやってる人がかっこよくて、ちっちゃい頃にそのそろばんやってる子ってこう算数のテストの時とかに机の上でこうやってなんかやってるんですよ。それを見よう見まねでやってかっこつけてる時期もありましたね。
ね、天才ちょっとバレちゃいました。そう、かしこ、かしこちゃんなんです。かしこちゃんです、すいません。かしこのかしこ、かしこまりのかしこちゃんなんですよね。ちょっとそろばんやった、いやもうね、思わないけどいやもう思わないんだけどね、一時期やってたよ。なんかかっこよくて、なんかやっぱね、かっこいいなって思う時期があった。そういうね、年の時もあるよね。そう、無駄にね、なんか謎だよね。だってなんかこうやってな、え、そう、かっこよかったよねかっこよかったよね。そりゃそうなの。さっきの本音聞いて感動したので、モバメ登録してよろしく。え、ありがとう、モバメ、モバメ、モバメありがとう。初期メンタ、名探偵キャラ、今もだよ今もだよ。え、ね、な、え、待って待って待って、浜地さんさ、結局何だったの、サラのこと呼んだよね。え、一回呼んだよね。え、何だったんだろう。え、何だろう。サタン、学力よりひらめきの天才。いや、正直言っていいですか。私、学力もちょっとあるかもしれないですとか言ったら調子乗ってるんですけど今日ちょっと天才なんじゃないかって思っちゃうこともいろいろありました。承認はママうん、え、ね、なんかさ、さ、サラって言われたのにな、なんだったのかな、なんだったんだ。そう、課題もピピッって、もうまた本当に調子乗っちゃう、調子乗っちゃうよ。学力ある方だよね、そのね、ある方だよ、全然なくはないと思う、なくはない、うん。天才キャラ名乗ってた時代、いや別に、ね、別にキャラじゃない勝手にキャラにされてるけど、別にキャラだと思ってません。別にキャラじゃない、キャラじゃなくて天才なんですけど、キャラだと思ったことないですね。サタンの英語の課題が宿題出たらまた披露まあ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 、え、待って、誕生日天才だって、待って、知らなかった、え、すごい、待って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 、私天才生まれなんだ、やば、え、ちょっと待って、今まで生きてきて気づかなかったんですけど、天才生まれって、待って、もう根っからの天才だったんだ、やば、待って、ハロウィンだからお菓子いっぱいもらえる、いい誕生日と思ってたけど、それよりいい理由があったね、天才なんだ、やばいやばいやばいやば、こんばんは、え、待って、うん、知らなかった、本当に気づいた人じゃない、違う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 って違うって違うってば普通にさ、なんかさ、気づきそうでさ、気づけなかったね、それは。キャッチフレーズになりそう、ちょっとマリンさんとちょっと絶妙になんか被っちゃいそうだけどね、いいね、天才生まれ天才育ち大人になってから後悔すると思う、それ多分ね。え、博士ありがとう。
え、そう、見逃してたと思う。全然知らなかった。本当に知らなかったです。可愛くないでしょ。よくないでしょ。絶対後悔するからそれはやめますね。なんかやっぱ何事も後から後悔しない方がいいので、やっぱりそういう風に考えた方がいいですよね。うんうんうん。え、なに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 、どういうこと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 だ。ピーマン、ありがとう。壇上読まなきゃ、壇上読まなきゃ。ということで男女読みます。じゃあ今日のお題は急に今日のお題はとか言ってますけど、今日のお題は、どうしようかな。今日のお題は、この人が明日の夜ご飯に食べようとしてるもの、当てます。いきます。13位のドラゴンさんは焼きそば、12位の女の子、男の子、女の子は、スパゲッティ。11位の女の子はハンバーグ。10位、ひよこさんは、お好み焼き。9位のモモクッキーさんは、ハンバーグ消されたじゃあ帰る。ハンバーグじゃなくて、あ、ね、変わったじゃん、変わったじゃん。13位変わったね、水色さん。え、でも時間足りない、本当にね。考え、ね、ちょ、考えちゃった、考えないものにしよう。じゃああれだね、明日の、あ、違う、この人の口癖当てるわ。じゃあ13位の水色、水色ソフトクリームさん、本当ですか。12位のドラゴンさんは、でも絶対2分なんだけど、これ無理だよあ、無理。11位の女の子はやだ。10位の女の子はそうなの9位のおいかきさんはやばー、8位のドラゴンさんはそんなことないですよ。7位の柏餅さんはごめんなさい6位の猫さんは僕が悪いんです。5位の恐竜さんはさすがに4位のアイスさんはやはりやはり3位の博士さんは知らない2位は好きじゃない。1位のリラックマさんはなんだろう、あれなんだろう、
なんだろう、なんだろうな、1位な、なん、なんだろう1位なんだろうな、A でいいよ、だってじゃあ A じゃなくて B にしよう、 B ね、 B バイバーイ。